バイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパル、どうもパルパルです。今回は北海道編、宗谷岬まで向かいます。よかったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。それじゃあスタート。はい、皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパル、どうもパルパルです。今日はものすごい晴れていて嬉しいです。今日も結構晴れてるんだけど、まあ気温はね結構涼しい、十何度とかかな。すごく走りやすい日和です。はあ、はい、ではではの、ふう、2日ぶりの1日ぶりか。わあ、エンストしまったこれから港のところをちょっと行ってみて、写真とか撮れそうだったら撮ってから今日の走りをスタートしようかなと思っております。あー、涼しいね、走ると。おー、すごいすごい、気持ちいいな。快晴でさ、涼しいって最高だよね。やっぱバイク乗ってるとさ、関東だと低くてもジメジメしてたりするから、ここだと湿気があんまりなくてすごいいいです。あー、もうこのままなんかふわーって飛んできたい、ふわーみたいなすごい気持ちがいい、本当に。うわー、涼しい。なんでこんな最高なんだ、神様ありがとう。ちょっと港どんな感じなんだろうな。あ、広い、すごい。こんなとこ東京にあったらめっちゃバイクの練習に使われそう。カモメだらけじゃん、めっちゃでかいカモメ。カラスもいるけど、すごーすごいわ。どうしよう、一旦エンジン切って考えるか。ツーリングするのには結構、海です。さっきもちょっと街だったんだけど、入ったところが郵便局って偉大だなと思うどこにでもあるじゃん郵便局って、ほんと偉大だよね。初三別天文台だって。ここ来れば星見えんのかな。あ、なんかいろいろあるっぽい、この辺もいろいろあるっぽいぞ。次回調べてみようかな。この先何もなかったら困るから。どっから入るのか全然わからないんだけど、おいーおいー、道の駅向こうなのかな。カン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 じゃないや、ペットボトルとか買おうかなと思ったんだけど、公衆電話はあるけど自販機がないね。まあいっか。で、この辺にもさ、鹿飛び出し注意とか言って、こんなさ、民家とかいっぱいあるところに普通に鹿が現れるんだね。すごいね。しかし、すごいね。鹿だけ、鹿だけ、鹿だけ。我ながらひどすぎるギャグです。ゴンゴン、釘を刺す。風車が結構あるんだけどさ、風車止まってるやつ結構多いんだよね。壊れちゃってんのかしらね。街がね、なくなると一気にね、原野感出てくる。一気に何かと遭遇しそうな感じになってくる。あーあーあー、今ケムシみたいな、でっかいケムシみたいのが、道路を張ってた。アホかよ、あれ普通に衝突するでしょ。頭おかしいよ、だって私がそれで急ブレーキ踏んでさ、後ろの車がさ追突してきたら、ほら抜かれた、抜かれました、案の定。どうするわけ。自然にやっぱ癒されるっていうのが大きいね、北海道ツーリングは。おー、この道もすごいな。前の車がどんどん加速してってるな、あれブレーキ踏んでないの、アクセル踏んでるはい、やってまいりました、オロロンラインです。イエーイ、すごーい、超雄大。向こうにね、風車がすごいたくさん見えるんですけど、
すごいとこ来たぞ。稚内までは62キロ。今日はね、宗谷岬の先に泊まるんで。お、やえ、バイバーイ。うわー、それにしてもここはね、何回来ても広い。すごい圧巻です。圧巻の風車、すごい、でっかいね。人が爆発した時みたいだよね、この風車って。いっぱいさ、等間隔になんか並んでるのもエヴァンゲリオンっぽいよ。オロロンラインってさ、オロロンってさ、北海道の言葉だよね、多分ね。よくさ、表現とかで使われるのはさ、オロロン、オロロンみたいな、なんか泣いてるっていう感じの表現だけど、このオロロンはまた別の意味なのかな。シェルター滑る。この急にシェルターがある意味って何なんだろう。電柱とかがないっていう、もうザ・北海道って感じ。面白いよね、あれ。牧草を丸めて置いてあるっていうやつ。ここは来たら絶対外せないポイントだったんですよ。前回走ってやっぱりこう電柱とかもね何もないし、結構感動したから、やっぱここオロロンラインと、あとエサヌカ線、逆側の東側っていうのかな、はやっぱ外せないポイントだと私は思います。ここはね、皆さんにも本当来ていただきたいですね。北海道ツーリングに来ることがあったら。はい、もうですね、今稚内市内に着いてます。イエーイ。結構稚内ってすごい大きい町だよね。何でもあるから別に普通に住めるじゃんみたいな。そろそろかな、道の駅。道の駅稚内って稚内駅の中にあるんだ。そういうことか。そういうことらしいですよ、皆さん。今ですね、宗谷岬に向かっております。去年行った時は結構人が多くてって、なんかすごいよくわからないゴミみたいのが散乱してる、多くてね、あんまりなんか見られなかったんですけど、北西側っていうのかな、さっきのオロロンラインとかよりもそんなに寒くないし、すごいもう本当に本当にバイク乗るのに気持ちがいいっていう感じの、なんかいい時の箱根みたいな。伝わるかな。ちょうど涼しくていい時の箱根みたいな。果てしない。あ、そう、寿司か飛び出し注意って今書いてあったじゃない。この辺なのよ、前回来た時道のそっち側に鹿が佇んでるみたいな。バイバーイ。はやぶさだね、はやぶさ多いよね。来ました来ました、この風車の丘。あー、待って待って、寒くなってきたぞー。急に凍えてきたぞ。おっと、寒いな。しかも後ろの車が半端なく高速道路だな。高速道路走ってるな、あの車。バイバーイ。手振ってくれた、嬉しい、かわいい。かわいらしい。子供が手振ってくれるとすごい嬉しい。バイバーイ。宗谷岬10キロ。うわー、すごい、ここすごい。あれあれなんじゃない、あのとんがりくん、そうじゃない、あれな気がするぞ。おー、着いたのか、とうとう。あれなんじゃないかな、あんなとんがりマークないよね。だって他に宗谷岬くん以外あんなとんがりマークないよね。着いたんじゃないんでしょうか、これは。あー、やっぱそうだ、やっぱそうだ、あれだあれだ。よーし、よっしゃー。あー、着いた。今日もいっぱい走ったよ。もうそろそろじゃないでしょうか、これじゃないでしょうか、これこれこれだー、来たー、これだー、ゴール、パルパル選手ゴールいました、イエッホー、ゴールだぜ、やったー。しかも人が少ない、嬉しい。はい、着きました。日本最北端、すごいですよ、これも夕日が落ちて。裏側とかはこんな感じになってるのかな。私去年裏側来なかったから初めて裏側来たかも。これなんだろう、この
はい、今日泊まったところはですね、部屋で食べるんですけど、タコしゃぶ、コロナのあれですね、影響です。部屋で食べるのはめっちゃ美味しそう。こっちご飯でしょ。お腹すいた。シャボを食べたいんですけど、まだちょっとお湯がまだなので、肉じゃがからいただきます。この貝が超美味しい。もう東京で食べるのと比べ物にならない。それでは皆さん、チャンネル登録といいねとコメントお待ちしてます。それではまたね。続きも見ろよな。